定刻になりましたので、今日はですね、連載でやっています、連続でやっています、北朝鮮の核とミサイル、これの第7回になりますが、最近の情勢を踏まえてですね、政策研究大学院大学の道下成成先生、成成教授にお話を伺いたいと思います。で、今年の春から、いろんな動きがあったわけですけれども、今は若干小康状態というところでしょうか。この間のですね、北朝鮮の核とミサイルの動向ですか、それからアメリカの対応、さらに日本としての、どのようにしたらよいかというようなことを含めて、総合的にお話をしていただけると思います。で、道下先生のご経歴を紹介いたしますが、あれ六本木ですかね、場所は。はい、そうです。六本木にある政策研究大学院大学の教授をなさっていらっしゃいまして、専門としてはですね、日本の安全保障外交政策、それから地域研究として朝鮮半島の安全保障問題を、研究されていらっしゃいます。1990年に筑波大学のですね、国際関係学科を、国際関係学類を卒業されて、防衛研究所に入所されまして、その後ですね、ジョン・ホプキンス大学で修士を取られてですね、ここで博士号を取ってらっしゃるようですが、で、10年ほど前、十数年前は内閣官房長官、副長官補の付けのですね、安全保障担当の参事官補佐をなさっています。でその後はずっと学級生活だと思いますが、2007年にですね、政策研究大学院大学にいらっしゃって、現在もその職にあられます。アメリカにも留学経験でもちろん長いわけですけど、韓国も2年ぐらいいらっしゃったんですか。そうですね、そうですね、トータルで2年。ほぼ同じ時期に、入れ違いぐらいでしたからおりました。それで、論文は多数ですけど、ご著書の中ではですね、3年前に出されました北朝鮮瀬戸際外交の歴史、1966年2012年、ミネルヴァ書房から出ておりますが、これが大変評判になった本でありまして、これはですね、同じものが韓国語版でも出ているようです。ちょっと前置きがなくなりましたが、遅れました。本日の司会は東京新聞、トークラブの企画委員で東京新聞の山本です。よろしくお願いします。で、いつもと同じことですが、50分くらいお話をしていただいて、その後、会場から質問を受けると、こうになります。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまご紹介いただきました政策研究大学院大学の道下でございます。本日は1時間半という長い時間ご一緒させていただきますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。本日は核ミサイル、北朝鮮の核とミサイルというシリーズの一部として、核ミサイル開発の目的と日米の対応ということでお話ししたいと思います。で、お手元に資料を2つお配りしております。1つは、この上に黒い線が入っておりますレジュメでして、基本的にはこれに従ってお話しします。で、もう1つの方はいろいろこう資料とか地図がついているものですので、必要に応じて、見ていただくということで、進めていきたいと思います。で、お話しする内容ですけれども、大きく3つありまして、まず最初にざっくりと、もう皆さんよくご存知と思いますので、ざっくりと簡単に北朝鮮の核・ミサイル能力が今どういう状態にあるのか、それから次に2つ目に核・ミサイル開発の目的、これは北朝鮮側から見た目的と、アメリカ等がどのように対応しているか、目的は4つお話しします。そして最後に3ページ目にあります日本の対応ということで、特に本日は安全保障上の防衛上の対応ということで、3つ3点お話しするということで進めていきたいと思います。
それでは早速第1番目の北朝鮮の核ミサイル能力ということですけれども、まあ、最近北朝鮮は着々と、まあ、最近だけではないですけれども核ミサイル能力を向上させてきているということで、現在です、まあ、核能力からまず簡単にお話ししますと、現在北朝鮮は核兵器13個から30個分程度の核物質を保有しているというふうに推定されています。でこれはアメリカの、まあ、ワシントン DC にありますシンクタンクの科学国際安全保障研究所というインターナショナルインスティテュートフォーサイエンスアンドインターナショナルセキュリティというシンクタンクがあるんですが、そこの見積もりです。で これ、まあ、このシンクタンク、略語にすると ISIS ってなるので、イスラム国と一緒になってしまうんですけれども、これはいい方の ISIS がの見積もりでございます。そして北朝鮮はこの資料の最初の方を見ていただきますと、これまで5回核実験をやっておりまして、最初は2006年の10月、そして一番最近では昨年2016年の9月に行っています。でこの推定される出力とこの爆発の大きさの方ですけれども、それを見ていただきますと、1回目の爆発では0.5 から1KT と書いても、 KT というのはキロトンという爆発の大きさの単位ですけれども、その程度であった。で特にですね、この1回目の時は4キロトンぐらいの、まあ、核実験をすると事前に予告しておりましたので、それで1キロトンですからちょっとうまくいってなかったんですね。でそれがだんだん上がってきて、昨年9月のものですと11から12キロトンぐらいということで、やはり10年かけて着々と爆発力を上げてきていると言えます。でちなみに広島に落とされた原子爆弾の出力爆発力は大体、まあ、15キロトンぐらいであったというふうに推定されておりますので、まあ、それにかなり近い能力を持ちつつあるということで、日本にとってはまあ不気味なニュースであるということが言えます。で次にミサイル能力ですけれども、まあ日本としては一番こう関心があるのがノドンというまあミサイルの、この資料の次のページに行っていただきますと、いろんなミサイルの射程距離が出ておりますけれども、まあ、日本としてはこのノドンという、専門的に言うと準中距離弾道ミサイルと MRBM ミディアムレンジバリスティックミサイルですね、ということになります。で射程が1300キロメートルで、発射されますと大体10分程度で日本に到達します。でこのミサイルはもう1990年代の末頃から配備が開始されておりますので、すでにまあ少な200発以上で、場合によってはまあ300発以上というまあ数字も時々見ますけれども、まあ、200発以上のノドンミサイルがすでに配備されていると。でさらにこのノドンミサイルの立ちの悪いところはですね、移動式発射台という、まあ、トラックみたいなものに乗せて、運用されますので、これはなかなか発射される前に見つけて破壊するというのが容易ではないというのが立ちが悪いところです。でこの移動式発射台はちなみに50両程度を持っているという状態です。でさらに最近の実験、そして新しいミサイルの開発というのを通じて、北朝鮮は多分ですねグアムに対する攻撃をかける能力も保有かなり、まあ、していると考えるに至っております。北朝鮮からグアムにまでの距離はだいたい3500キロぐらいですので、まあ、でも最近のミサイルはそれ以上の4000キロとか5000キロ近い射程を持つと言われておりますので、グアムを射程に入れたということで、初めてアメリカのまあ領土に到達するものを持ち始めたということになります。で今後の注目点としましては、アラスカ、これは北朝鮮から5700キロぐらい、そしてハワイ、これは7500キロぐらい、それからアメリカ本土、これはですね、北朝鮮から言いますと、北西部ですと8000キロぐらい、そして、南東部まで届かそうとすると、12000キロぐらいの射程がいるということです。
でここで、ちょっと皆さんにぜひ今後報道されるこの議論するときに気をつけていただきたいところがあるんですが、よくその北朝鮮が ICBM を持つかどう持っているかどうか、あるいはそれを実験するかどうかという議論があるんですけれども、この ICBM をどう定義しているかということが非常に重要です。なぜかと言いますと、 ICBM というのは、そのインターコンティネンタルバリスティックミサイルですから大陸間弾道弾なんですが、その大陸間を大陸間という意味は要は米ソの間のことを言っておりましたので、それであといろいろなその米ソの軍縮交渉を通じて定義されておりますので、これは本当に5,000〜6,000キロぐらいのもので、一応定義としては ICBM と呼ばれる場合があります。でただですね、その我々が重要な、ここで北朝鮮とアメリカの関係において重要なものというのは、やはりハワイに届くかどうか、そして本土に届くかどうかが重要なのであって、いわゆる軍縮交渉で使われている定義による ICBM を持つかどうかはあんまり重要ではありません。ですからそこを区別して考えないと、なんとなく ICBM で、アメリカもですね、この伝統的な軍縮交渉における ICBM の定義で議論しているような、5500キロぐらいのもので定義して議論していることが多いように見受けられますので、ここは峻別する必要があります。ですからあんまり ICBM という言葉にとらわれるのではなくて、射程がハワイの場合は7500ぐらいがあるのかどうか、そして本土を攻撃するにはやはり8000以上、ニューヨークやワシントンに届こうかせようと思ったらやっぱり1万キロ程度が必要になるわけですから、それぐらいの距離があるかどうかという具体的な射程距離で議論するべきであって、あんまりそのぼんやりした定義で ICBM という言葉にとらわれて振り回される必要はないと、振り回されるべきではないというふうに思っております。いずれにせよ北朝鮮は現時点で日本やグアムを核攻撃する能力を持っている可能性がかなり高くなっていると言わざるを得ない。で、そういう意味で日本政府はよく新しい段階に、北朝鮮の脅威が新しい段階に入ったという、そういう言い方をしているんだと思っております。で、従いまして今後の注目点はやはり北朝鮮がハワイ、非常に太平洋軍、アメリカの太平洋軍司令部があるところですから、そのハワイに届くミサイルを持つのかどうか、そしてその次はアメリカの本土を攻撃する能力を持つのかどうか、そこが注目されるという状況でございます。次に2つ目の核ミサイル開発の目的ですけれども、とアメリカ等の対応ですけれども、北朝鮮はだいたい4つぐらいの目的を持って核開発を進めているというふうに私は考えております。でまず1つ目の目的は平時の抑止、英語で言いますとピースタイムディターランスというものですけれども、これはアメリカによる予防攻撃を阻止するという目的になります。で、よくですね、そのこれも定義の言葉がちょっといい加減に使われているんですけれども、しばしばそのアメリカの先制攻撃に対しを抑止するとか、アメリカは先制攻撃するのではないかという言い方をされますが、これは実は本当は正確な用法ではありませんで、先制攻撃、つまりプリエンプティブアタックというのは、ストライクというのは、相手が、例えばこの場合は北朝鮮がまさに韓国等を攻撃しようとしている、動員がかかって攻撃準備をしているという状態でやられる前に北朝鮮を攻撃するというのが本当の意味での先制攻撃、プリエンプションでして、これですが、今アメリカが言っているのは北朝鮮は全然その攻撃する兆候なんかないわけですから、これは実際は予防攻撃、プリベンション、あるいはプリベンティブストライクと呼ばれるものであります。でなぜそれにもかかわらずプリエンプションという言葉を先制攻撃という言い方をするかというと、先制攻撃は国とか人によって解釈は異なりますが、多くの場合一応国際法上合法とされているのに対し、
予防攻撃は違法です。ですから予防攻撃を考えていると言ってしまうと、私は違法行為をする準備をしてますということになるから、レトリックとしてプレエンプションという言葉を使っているのであって、まあ、実際議論されているのは明らかにプリベンション、予防攻撃のことであるということになります。それではこれがまあ可能かどうか、一時まあかなり危機感が高まった時期にはアメリカが本当に軍事力を使って予防攻撃をするのではないかという議論も叩く、そういう懸念も高まりましたが、まあ、今のところはそこまでやはり強硬なことはしないのではないかということになっております。で実際ですね、まあ、今回私自身はまあそんなに実は危機感が高まっている状況ではないと認識しておりましたけれども、これまで歴史上最もその核問題をめぐって危機感が高まって本当にアメリカが軍事力を行使しそうになったのは1994年の5月から6月ぐらいにかけてでございます。でその頃は実際こう私はたまたまその時にアメリカのワシントン DC に留学して勉強していたんですが、あるまあその国防省のシンクタンクの人が来てですね、まあ割合有名な方ですけれども、ちょっとまあ話があるって言って呼び出しされて行ってみたらですね、まあ道って言って、もしアメリカが北朝鮮を攻撃して短期間にその戦争を終結させるのであれば、日本はこれをアメリカの行動を支持すると思うかどうかっていうふうに聞かれたんですよ。で当時私はまあ防衛省の職員だったといえ、まあ、所詮研究者ですし、若いまあ防衛省に入って2年半ぐらい3年ぐらいの時でしたので、全然私の意見なんか多分重要じゃないのに、そういうことをわざわざ聞いてきたので、多分みんなに聞いてたんだろうなと思うんですね。ですから後から振り返ってみると、やはり本気で戦争するオプションを検討していて、こうまあ、そのための準備をしていたんだなというふうに振り返っている次第です。ただいずれにせよアメリカは最終的には武力を使用しませんでした。で、まあ、いろんな理由がありますけれども、その最大の理由の一つは戦争被害の試算をしてみたら非常にその被害が大きかった。具体的に申しますと40万人、アメリカは40万人程度の兵力を投入する必要があり、また戦争が始まりになってしまうと米軍の死傷者が3万人、韓国軍の死傷者が45万人、アメリカ人がの8から10万人を含む100万人以上の民間人が死傷すると。で財政支出は600億ドル以上、韓国経済に与える損害は1兆ドル以上ということでした。でただですね、最近、まあ、また、当時国防長官でしたウィリアム・ペリーさん、ビル・ペリーさんが、まあ、当時本当に戦争一歩手前になっていたんだというようなことをおっしゃってますけれども、まあ、実際私はちょっとあれはちょっと大げさだと思っておりまして、まあ、当時の政策担当者とかの手記や回顧録とかいろんなものを見ますと、まあ、さすがに北朝鮮戦争をやったらもう本当自分も滅びますから、そこまでのことはやらなかったんじゃないかという考えが強かったようです。でまあ、ここはでもパーセプションの問題ですから、何誰が正解かとは申しませんけれども、多少ペリーさんのおっしゃっていることは私は過剰に言っていらっしゃると個人的には判断しておりますが、ただ本格的な全面戦争にならないとしても北朝鮮は相当の報復、軍事的な報復をしてくるであろうというふうに考えられておりました。で具体的にはどういう想定がされていたかと申しますと4つぐらいありまして、1つは非武装地帯ですね、 DMZ ディミリタライズドゾーンにおける何らかの行動、2つ目はソウルに対する砲撃で、実際そのよく、まあ、北朝鮮は韓国に対してソウルを火の海にしてやるって脅しをしますけれども、このレトリックですね、ソウルを火の海にするというのを最初に出してきたのが、その年の94年の3月でしたかね、の南北会談で出てきたもので、まあ、その直後に戦争にかなり近づいてきたということで、当然ソウルに対する砲撃という
というのは考えられた。そして3つ目が特殊部隊による攻撃、そして最後は韓国内における北朝鮮工作員の行動ということでございました。まあ、いずれにせよ北朝鮮に対する攻撃は避けられたわけですけれども、じゃあそれからすでに何十年経ったんですかね、30年ぐらい経ってるんですかね、以上経ち、今は北朝鮮の能力、飛河の能力がどう変化しているかということですが、簡単に申しますと、ますます状況は全般的には悪くなっていると思っております。なぜかと言いますと、北朝鮮がソウルや東京を攻撃する能力、つまり火力と投射能力は当時より格段に向上しております。当時はまだ北朝鮮は核兵器を実験もしてませんでしたから、持っていても1から2個ぐらいしか持ってなかったし、まだ東京に到達する先ほどお話したノドンミサイルも配備してませんでした。初めて実験したのが93年の4月かなだったと思いますがです。ということで、簡単にもう言い換えますと、朝鮮人民軍、北朝鮮軍はですね、かなりその戦力の構成が変質しておりまして、朝鮮人民軍というのは、火力はすごい強くなっているんだけれども、機動力を全く失った軍隊になっています。ですから、破壊は得意なんだけれども、占領はできないという軍隊になっています。でただ、占領はできないからいいかというと、破壊はできるので、それはそれで困るということでございます。で、その機動力を失っているというのは何故かというと、先日の4月の軍事パレードでも見ていただけた通り、北朝鮮の戦車とかですね、そういう機甲兵戦力、党はですね、もう本当に時代遅れのものになってまして、北朝鮮の軍事パレードはもうクラシックカーショーみたいな感じでですね、もう軍事マニアにはもうたまらないというものになっておりますが、マニアは喜ぶかもしれませんけれども、戦力としては使い物になりません。しかもですね、当時はまだ核兵器は多分、製造ものとしては作っていたかもしれませんけれども、実験もされておらず、まだまだ大したことなかったんですが、今は相当の数持っているし、実際武器化、兵器化されておりますので、多分分散配置しており、非常にしっかりと守られているということで、予防攻撃をかけても、これを全部きれいに破壊するというのは容易ではないということです。こういうこともありまして、私の見積もりは、よくその北朝鮮はアメリカの攻撃を非常に懸念していて、だからあんまり脅すのはよくないというような意見もありますが、私はそれは全くそうは思ってませんで、全然心配していないと。で、心配していない、こういう軍事的な背景があるから心配していないんですけれども、心配していないからこそ、ああいう挑発的な行動が安心して取れるわけです。もし本当に心配してるんだったら、とはいえ、核とかミサイル実験は必要ですからしますけれども、もっとこう相手を刺激しないようにやったはずですよね。それをあえてわざと刺激するような形でやっているというのは、明らかに心配していないからであり、そのやられると思う、その別の何か他の目的を持って、そういう形で実験しているというふうに考えざるを得ないということです。でさらに、その危機、いわゆる危機が高まっていた時も、キム・ジョンウンは最高人民会議にも出てきましたし、軍事パレードの時も出てきて、ニコニコしてこう非常にリラックスとした感じで、あれはちょっと私、あそこまで行くと結構自分でもびっくりしたのが、自分がもしキム・ジョンウンだったら、さすがにあの状態で、まず大丈夫だとは思いますよ、思ってますけど、今申し上げたような理由で、まず大丈夫だとは思っていても、ひょっとしてというのはあると思うんですね。それをあんまり感じさせないような立ち振る舞いに、私は、いや、なんか結構胆力があるなというか、すごい自信だなと思って、逆に驚いた次第です。
そしてこれがまあ1番目の理由ですが、2つ目の北朝鮮理由というか目的ですが、これは戦時における抑止、ウォータイムディターランス、あるいはイントラウォーディターランスと呼ばれるものですが、これはこれが多分ですね、北朝鮮が核ミサイルを、核やミサイルを開発した し始めたもともとのそもそもの元来の理由だと、目的だと思っております。でこれは何、どういう目的かと言いますと、朝鮮半島で本格的な紛争が発生した場合に、アメリカや日本が韓国に支援を与えられなくするためです。つまり北朝鮮はもし本格的な戦争が起こると、当然まあ日本はアメリカ米韓同盟に基づいて参戦して韓国を助けますし、日本も今やまあ周辺事態法99年の周辺事態法の時からまあそれを軍事的にも支援するということですけれども、今2015年にまあ憲法の解釈を変えて集団的自衛権が行使できるようになりましたから、もう今や戦闘行動も共にして韓国防衛に一緒にやるという体制になっておりますが、そういうことで北朝鮮としてはとにかくアメリカや日本が韓国に協力するのを避けなければもう勝ち目はないというのは分かっているわけですから、戦争になったら例えばですね、アメリカや韓国に対して韓国防衛に日本やアメリカが加担するのであれば、在日米軍や東京核攻撃するということを言ったり、あるいは日本、特にまあ日本人ですけれども、ソウルを守るために東京を犠牲にするんですかというようなメッセージを当然出してくるというふうに思っております。でもちろんその核兵器を実際に使うというのは容易ではないので、まあ、そう簡単には使わないと思いますが、当然通常弾頭を搭載したミサイルはもう相当数が飛んでくるということは まず間違いないと思います。で被害がどのぐらい出るかというのもこれ状況によりますので何とも言えませんが、ざっくりと歴史的な経験に基づいて推定してみますと、まあ、その割合こう大きい先進国の首都に大規模なミサイル攻撃があったというのは1944年から45年にドイツが V2 ロケットというのをロンドンに打ち込んだということが、まあ、大きいあれですけども、その時に大体517発、まあ、500発程度、ロケットがロンドンに到達して、まあ、撃ったのは1000発以上撃ってるんですけど、なかなかその精度が低いので、でそれでですね、大体2700名程度の方が亡くなっておられます。で、6500名が重傷ということです。とすると、まあ、これを単純計算しますと、1発のロケットで大体 5人ぐらいの方が死亡し、亡くなられ、12名ぐらいの方が重傷を負われているということを考えますと、これもまた単純計算で、200発のノドンがすべてまあ日本に、東京の方に来たとした場合、1040人程度の方が亡くなり、2500人程度の方が重傷を負うということになります。ただですね、まあ、簡単に考え、いろんな要素がありますが、簡単に考えても、東京の場合はまあロンドンは建物古いですし、ブロックなので、多分まあ東京の建物は頑丈だということを考えると、まあ、それでもうちょっと被害が減るとも考えられますし、で当時は有効な警報を出す手段がなかったんですけども、日本は非常に優秀な、まあ、日本がですね、なんか最近国民保護で J アラートとかを鳴らすようになってますけども、日本の実は国民保護の警報システムというのは、まあ、世界に誇るレベルのすごいものになっています。でこれを使うとですね、相当早期に、まあ、逃げることができる、退避することができる、さらにこれにミサイル防衛がかかってきますから、相当まあ被害は少ないんではないかと私自身は思っておりますが、まあ、これは実際やってみないとわからないので何とも言えませんが、あくまでご参考までにこういうお話をいたしました。
ただしですね、核兵器が用いられて、また、まあ、それをミサイル防衛で撃ち落とすことができない場合は、まあ、相当の被害が出るということになっておりまして、ある、まあ、あのマイケル・ユーさんというのと、デクスター・イングラムさんという人が書いた、ウォーシミュレーションという 本があるんですが、まあ、それによりますと、東京に対して核兵器が用いられた場合は、42万人程度の死者が出るという推定もあります。でただですね、まあ、この2番目の目的というのは、本格的な戦争が始まるというシナリオですから、これが発生する可能性としては、まあ、非常可能性は非常に低いと見積もっていいと思いますので、まあ、ローライクリーフッドだけど、ハイインテンシティという、まあ、可能性は低いけど、万が一起こると大変被害が大きいということになります。で次に3番目の北朝鮮の目的ですけれども、これは韓国に対して限定攻撃をかけることを可能にするというものでして、多分ですね、私自身はこの目的が最も現実的な、このシナリオが最も現実的な軍事シナリオであると思っておりまして、私自身はこのシナリオを最も懸念しております。でこれはどういうものかといいますと、目的としては、韓国、よくですね、北朝鮮はその日本やアメリカは嫌いだけど、韓国には攻撃しないんじゃないかみたいな議論ありますが、私はそれは全く、そうではないと思っておりまして、北朝鮮に対して最も重要な脅威になっているのは、やはり韓国です。と言いますのも、韓国のみが北朝鮮の体制を崩壊させ、吸収、北朝鮮を吸収し、統一する意図と能力を持っているからです。他の国々は、例えば日本やアメリカはもちろん核やミサイルは懸念して安全保障上の問題ですけれども、別に北朝鮮を打倒したいとは思ってないし、九州統一なんかまっぴらごめんなわけですから、そういうことができるのは韓国だけであります。ですから、いろいろまあ仲良くしたり、いろいろやってますけども、常に北朝鮮は韓国を牽制し、韓国を弱体化させ、韓国を主勢に立たせないといけないという体制競争をやっていますから、そういう必要性に迫られております。で、それを目的化、その目的を達成するために、まあ、韓国に限定的攻撃をかけるという可能性です。でシナリオとして、まあ、例えばこれはどういうもの自体を言っているかと申しますと、例えばですね、これは私が勝手に作ったシナリオですが、北朝鮮がソウルの近郊に近くに長距離砲、大砲を10発程度撃つと。でこれに対して韓国軍は交戦規定に基づいて、まあ、3倍返しするという交戦規定になってますので、30発程度打ち返すと。でここで停戦。ただですね、これでは軍事的に見ると北朝鮮は10発、韓国は10発食らって、北朝鮮は30発食らってますから、北朝鮮が負けのように見えますが、多分実際の敗は韓国が大きく不利になるということになると思います。なぜかと言いますと、韓国の方がはるかに発展して人口も多いので失うものが多いんですね。それから韓国経済は国際市場に完全にインテグレートされてますから、そういう危機が起こった場合に韓国のリスクプレミアムが跳ね上がると。で悪くするとキャピタルフライトも資本逃避も起こるかもしれないということになって、軍事的には勝っても、で北朝鮮の方はですね、その大砲が30発飛んできてもですね、どうせ、まあ、すでに崩れかけている建物が崩れるぐらいのことで、大したことはないし、国家は統制されていますし、国際社会からも孤立してますので、そういう意味での経済リスクもないということです。でこれをそのたまにですね、忘れた頃に1年、まあ、1回か何回か知りませんけども、時々やられると韓国としては非常に辛い状態になる。 でもこういうことをやられてもですね、
だからといってじゃあ反撃して本当にエスカレーションさせて本当に戦争になったらもうそれこそ韓国はもう大損ですからそんなの絶対嫌だとなるとぐっと我慢せざるを得ない。でそれが核ミサイルを持った北朝鮮に対峙するともう戦争というオプションはほぼないに近いわけですからぐっと我慢をせざるを得なくて、まあちょっと時々いじめられ続けるということになってしまうわけです。で最後4番目の北朝鮮の目的ですがこれは、まあ、瀬戸際外交をまたやるということでございましてこれをやるかどうか分かりませんけど、まあ、これはまあ今までよくあったパターン金正日時代にはよくあったパターンでアメリカとや日本と関係改善をして経済援助をもらったり体制の安定化を図ると。でそのために核ミサイルを能力を向上させてこんなすごいんだぞと脅してもし交渉してちゃんと援助しないならもっともっとやるぞと言ってやるということです。で実際これまで2回そういうことをまあ本格的にやってまあまあの結果を出しておりますが1回目は1994年に第、まあ、あの核外交の結果アメリカと北朝鮮の間で枠組み合意というAgreed Frameworkという合意ができております。でよくですね、その過去の合意、北朝鮮はと合意していろいろその交渉したけど、全く結局騙されて何のいい結果も出てないというふうな解釈をする取る方がいらっしゃいますが、私は全くそれに同意いたしません。なぜかと言いますと、1994年の枠合意の下では8年間、北朝鮮はニョンビョンというところにある5メガワットの黒煙原子炉の運転、そして再処理施設等の運転を停止しておりました。その間はプルトニウムの保有量は増えておりません。ですからこれが重要でなかったということは全くない。でただしですね、問題はコストが非常に高い合意であったというのは事実です。で、実際韓国と日本とアメリカが3カ国で、この合意に基づいて、大体25億ドルぐらいを支出しております。でなんでこんなに大きい額になってしまったかといいますと、この合意のではですね、北朝鮮に軽水炉2基を供給するとともに、軽水炉が完成するまでの間、毎年50万トンの重油を北朝鮮に提供するという合意になっていたからです。で次に第2回目の合意があったのが2007年、これは6者会合でアクションプランというのに合意したんですけれども、この合意の下ではもうですね、まあ、なんか似たような結果といえば結果なんですが、同じようにニョンビョンにある黒煙原子炉を大体北朝鮮は6年から7年ぐらい凍結運転を停止しておりました。でただですね、この時の合意は面白いのはコストが非常に安かった。前の合意では25億ドル出したんですけれども、この2回目の合意では、まあ、今回のは、アメリカと中国とロシアと韓国がもっぱら負担して、日本はまあその拉致問題に進展がなかったということでお金出さなかったんですが、その4カ国が4億3000万ドルぐらい支出しております。ですから前の合意の5分の1ぐらいでしか払ってないのに割合似たような結果が出ていて、まあ、安上がりだったというふうに言うこともできます。ですからよくですね、まあ、またいつもの通り騙されるとか、またアメリカなんかでよく言うんですけども、We shouldn't buy the same horse for the third time っていう言い方をして、同じ馬を3回また買う、もう1回買うことは相ならんと、そうすべきじゃないという言い方があるんですが、これは本当に状況を単純化した話で、全くセームホースではないわけですね。相当違う、実は夏。だからそういうのもよく過去の合意がどういう内容であって、どのぐらいのコストが、でどのぐらいの成果が上がったかっていうのを冷静に考えてよく見て、また何らかの合意をするんであればよくそれよりもより良い合意を目指すべきだと私は思っております。で例えばですね、それから過去の合意のまずい点というのも当然、教訓を学ぶべきで
例えば94年の核枠組み合意というのは非常に問題がある合意でした。と言いますのもモラルハザードがあるデザインの悪い合意だったんですね。でそれどういう意味かと言いますと、軽水炉が完成する前までの間毎年50万トンの重油を上げますという合意になっていたがために、軽水炉逆に言えばですね、軽水炉が完成しない限り毎年北朝鮮はただで50万トンの重油がもらえるという合意。これはこれだったらまあ私でもそう、ね、どんなバカな人はこれだったら軽水炉完成しない方がいいじゃないかと思いますよね。それで当然北朝鮮は軽水炉の建設を妨害したするようになりました。ですからでそれをする妨害している限りただで重油がもらえて 核施設を放棄する必要もないというわけですから、こういう合意をしてはいけません。まあ、いずれにせよそういういろいろ考えて今後もし交渉ごとをするんであればよくいい合意を作っていく必要があるということです。で以上、まあ、北朝鮮側の話ですけれども、最後に日本がどういうふうに対応しているかということをもっぱら安全保障面防衛政策面から3つお話しします。で日本はまあ防衛政策 の北朝鮮の対応策として、まあ、大きい話として1つ目はミサイル防衛の配備、そして2つ目は国民保護ですね。これ国民保護って言いますけれども、まあ、普通の国の言葉を使うと市民防衛とか民間防衛と呼ばれるものでシビルディフェンスですけれども、それをまあやっていると。で3つ目はこれは今後の課題ですけれども、まあ、いわゆる敵基地攻撃能力と言われますが、まあ、要は攻撃能力を保有するかどうかという議論がありますが、この3つについてお話したいと思います。まずミサイル防衛ですけれども、現在、まあこの資料の方にも見ていただければどっかに、これですね、なんかBMD 整備構想運用構想という絵が、これ防衛省が作ったものがありますが、まあこういう2つのシステム、1つは海上配備型の上浮層システムイージス BMD に SM3 のブロック 1A というミサイルを組み合わせたもの、そしてもう1つは地上配備型の仮想システムといわれるペトリオット PAC-3 です。で上層システムっていうのはまあ簡単に言うと宇宙に飛び出して宇宙でミサイルを撃ち落とすシステムであり、仮想システムというのは大気圏内でミサイルが宇宙に出てまた戻ってきて再突入して戻ってきますが、再突入した後に撃ち落とすのを仮想システムと言います。でさらに今後今から能力をさらに向上させた SM3 のブロック 2A というのと PAC-3 のペトリオットの PAC-3 の、まあ、MSE というミサイルセグメントエンヘンスメントというタイプ、まあ、射程の長いタイプを導入してしつつあるという状態です。でついただですね、まあ、なかなかこの SM3 のブロック 2A ですけれども、まあ、非常に能力が高い、射程も長いしスピードも速いし精度もいいはずなんですが、つい先日数日前に発射2回目の迎撃実験をやったんですけど、ちょっと失敗しておりまして、まだもうちょっと熟成度が低いのかな、まだ原因が分かってませんけれども、すぐちょっと配備という状況ではないのかもしれません。そして今後のオプションですけれども、まあ、この2つはやっていくとして、さらにもう1つぐらい新しいシステムを導入するということが、まあ、議論されていて、そのオプションとして2つ、1つはエイジス・アショアというその SM3 のブロック 2A になると思いますけれども、これを陸に配備したもの、でもう一つはサードと言われる、まあ、今韓国にアメリカが配備しようとしてもちょっと騒ぎになっておりますけども、それを日本も配備するという2つのオプションがあります。で今のところはその1つ目のエイジス・アショアというもののオプションが多少現実的になっているかなという状況ですが、
これはまあプラスマイナス両方あるんですね。で例えばエイジス射障のプラス面としては、今 SM3 のブロック 2A というか、SM3 というシステムは今すでに持ってますシステムだしですし、ですからまあ継続性が高いと。それからコスト的にも、まあ、日本全域を守るというのを目的にするんであれば、ワンセット、まあ、これ報道ベースですけれども、700億円から800億円ぐらいするのが2セット、2セットいるので、まあ、1400億円から1600億円程度で、まあ、日本が大体 全域は守れる。でさらに SM3 のブロック 2A はですね、日本も開発に関与してますんで、まあ、これを買えば一応日本の防衛産業も多少お金が儲かるということになります。しかもこの SM3 というのは、まあ、大気圏が宇宙で撃ち落としますので、デブリと呼ばれるそのなんかこのなんていうかな、残骸が落ちてくるというのもないので、まあそういう意味で安全性は高いと、まあ、その代わり安全性が高いけれどもお金も高いということになります。それからサード、もう一つのサードですけれども、これのプラス面は、今持っている SM3 は宇宙で撃ち落として、PAC-3 はかなりまあ大気圏内の低いところで撃ち落としますけれども、サードというのはその真ん中ぐらいの高さで撃ち落としますので、まあ、日本の BMD のをこう3層構造にすることができるということとか、エイジス・アショアはまあそのレーダーとかが据え付け型になってしまうので、移動大き非常に大きいので動かせませんけれども、サードであれば、まあ、移動できる、ということですね。それからあと、まあ、デコイなんかにも強い。デコイというのはそのレーダーの目くらましをさせるようなのにも強いということです。それから、マイナス面ですけれども、これ一つ一つがカバーできる範囲が広くないので、日本全体、本土全体というか日本全体にこう傘をかけようとすると非常に高くついて、ワンセット1000から2000億円程度のものが、まあ、6から7セットぐらい必要というのことが言われておりまして、これを単純計算すると6000億円から1兆4000億円程度もかかってしまうということでございます。まあ、でもいずれにせよプラスマイナスありますので、まあ、今後いろんな脅威の変化とか将来への展望を踏まえつつ判断していくと必要があるということです。で次に2つ目、国民保護ですけれども、これは日本では2004年に国民保護法というのが成立いたしまして、それに基づいて緊急情報ネットワークシステム、これよく報道ではカタカナで M ネットっていうふうに書かれるんですが、でなんでこう M なんだろうと思われる方もいるかもしれませんが、これ実は英語で書くと EM-NET ってなってまして、イマージェンシーネットワークの略です。それで、まあ、それともう一つは全国瞬時警報システム J アラート、こっちはもう最近非常に有名になったシステムです。でちなみに2004年、日本では2004年にその国民保護法という名前の民間防衛法ができましたが、韓国では実は民防衛法という、まあ、似たような法律があるんですが、それが1975年にできております。で最近そのミサイルが、北朝鮮がミサイル発射したら地下鉄を止めてしまって、なんかこうオーバーリアクションなので過剰反応じゃないかといって、韓国人もなんか日本人は何を大騒ぎしてるんだみたいな感じで言われてますが、それは当然で、なぜかというと韓国人は昔からもうこういうのをやってきてるので慣れちゃってて、何をそんなに騒いでるの。でも日本としてはまあ最近やり始めたので、まだ慣れてないからちょっとパニクってしまうという、その慣れの問題だろうと私は思っております。それであとこの全国瞬時 J アラートというのは非常に、まあ、この M ネットと J アラートを比べると、まあ、J アラートの方がより即時性が高いですし、自動的にこれサイレンが鳴って、って言ったってサイレンが鳴って、実は私2004年から2006年に内閣官房の安全保障危機管理担当のところで部署で働いていた、まあ、働いていたことがあるんですが、私はこれの担当ではなかったんですけど、
私の同僚がこれの担当で、まさに当時この J アラートのサイレン音とかをこう作ってたんですね。である日みんなで J アラートのサイレンを聞く会っていうのがありまして、テープレコーダーで初めてその合成音声を作って、できたからみんなで聞きましょうって言って、テープレコーダーじゃあ行きますよって言って、カチャって言って、うーって言って、おーっていう、そういう会があったんですけれども、まあ当時の同僚の努力等でそれのができました。でさらに2014年からはですね、弾道ミサイル発射時に携帯電話等にも緊急速報メールが来るようになっておりまして、こんなシステムは多分世界でもそんなにね、ぜひちょっとなんかご興味がある方は取材していただきたいと思うんですけど、多分そんなにないと思うんですよね、世界でもこんな充実したシステムは。なのでかなり一気に能力が高まってきているということですし、さらに今年の3月には初めて、弾道ミサイルが飛んできたというシナリオに対応する訓練もやっておりますので、まあ、本当に充実、一気に充実、まあ、2006年にその作った時はまだまだ、6年7年に作っていた時はまだまだなんか一生懸命国民保護ポータルサイトっていうホームページなんかも作ってたんですけれども、ほとんど見てもらえ、誰も知らなかったのが最近ヒット数がすごい状態になっておりまして、まあ危機というのは良くないことですけれども、プラス面というか不幸中の幸いとしては、やはり国民保護の国民に認知が高まった。で、国民保護の認知というのは非常に重要でして、ミサイル防衛システムなんか別に国民が認知しなくたって、自衛隊がちゃんと撃ってくれば撃ち落とせるわけですが、国民保護は本当に国民一人一人がちゃんと動いてくださらなければ機能しません。ですから今回の、まあ危機というのは悪いけれども、まあ、その中にも多少のメリットもあったのかなと思っております。で、最後に敵基地攻撃能力の保有というのが、まあ、最近ちょっと議論になってきておりまして、こちらでも確か小野寺さんが来られてかなりその話をしていかれたので、具体的な話はかなり皆さんもご存知になってきていると思いますが、まあ、これは本当ちょっと、まあ、政策議論としては すぐにこれが議題になるという状況ではなくて、防衛計画の大綱もすぐに見直すということにはなりそうにないような雰囲気なので、ちょっとまあ政策議論としては下火かもしれませんけれども、まあ、政治論になる前に落ち着いた時期にちゃんと議論しておくという意味では、これ今のうちに落ち着いた議論を早くしておく、専門家と議論を始める必要があると思っております。で、まあ、いろんな議論がありますので、本日は私の私見、ここの部分については本当に私見を述べさせていただきたいですと思いますが、私自身はすでに保有している F2 という、まあ、戦闘機、まあ、これ戦闘機と呼びますけど戦闘爆撃機ですけれども、これとそれからすでに導入が決まっているステルス性の高い、まあ、槍としての役割が果たしうるF-35 から自然に得られる攻撃能力を有効活用するという形で、攻撃能力、敵基地攻撃能力を保有するのが、まあ、として用いるということにするのがいいんではないかと思います。日本はですね、まあ、韓国やアメリカはものすごい攻撃能力を持っておりますけれども、そういう本格的な攻撃能力を保有する必要は私はないと思っておりまして、むしろ最低限の攻撃能力を保有することによって、一定の安全保障、そして外交上の効果を得るということが重要だと思っております。で、実際ですね、その単に軍事的だけ考えると、まあ、その日本は防衛に特化して米韓アメリカと韓国が攻撃を担うというのはそれなりの合理性があるわけで、なぜかと言いますと日本は遠いですから攻撃作戦って簡単じゃないわけですよね。えっちらおっちら出て行ってやらないと。だけれどもアメリカと韓国は韓国の基地を用いて、まあ、かなり有効な作戦ができるということで、そういうことができますが、ただ、まあ、この攻撃能力の話を議論するときは軍事的合理性のみで議論するのは不十分ですので、広く考えている必要がある。
で、こういう持ち方をするという前提で、まあ、私はどういう目的で持つべきかと考えているかといいますと、4つ目的があります。で、1つ目は対日ミサイルをに対する攻撃が後回しにされるのを回避するという目的でして、今まではですね、これは心配する必要がなかったんですね。なぜかと言いますと、北朝鮮はスカッドという韓国を攻撃するミサイルとノドンという日本を攻撃するミサイルしかなくて、アメリカを攻撃する能力ってなかったわけです。ですから安心して、まあ、絶対アメリカは当然ノドンを最優先してやっつけてくれるというのは、まあ、思うことができたんですけれども、これからどんどんそのムスダンとか KN08 とか新しい北極星とかグアムとか下手するとハワイとか、さらには本土も攻撃する能力を持つことになるとですね、当然こう韓国はスカッドを優先し、アメリカはその対米ミサイルを優先するわけで、対日ミサイルをやってくれる人がいなくなってしまうという状況があるということで、その場合はまあ自分でやらざるを得ないというのが一つで、もう一つは、二つ目はですね、日本ただの理論を回避するという政治的外交的な理由です。攻撃作戦というのは非常に大変な、防空システムを制圧して突破して入っていって、かなり低空でこう行動してですね、目標を見つけて破壊するという、もうかなり危険で大変な作業で、こういうのをですね、日本が攻撃能力を全く持っていなければ、ひたすら韓国とアメリカに頼むということになって、よろしくお願いします、私は何もしませんけどということになって、これは非常にやはりただの理論につながりやすい環境を生んでしまい、これはまあ戦時においても、まああんまり居心地がいい良くない状況を作るでしょうし、特に私が心配しているのは、戦争が終わった後ですね、終わった後に、日本はあの時ただ乗りだったなと、何にもしなかったですねと、でじゃあ代わりにお金で賠償というか補填してくださいと言って、非常に巨額の請求書が来るというパターンが非常に懸念しておりまして、そういう意味ではまあその本格的な攻撃能力を持つ必要はないんですけれども、少なくともちゃんと一緒にやりましたと、そのリスクを取りましたと、自分を守るためのことは自分でちゃんとやろうとしてましたということを見せる必要があると思っております。でまあ、特にそういうことを考慮はですね、トランプさんのような大統領が出ていくいるときには重要であると思っております。でちなみに日本ではあんまり知られておりませんが、韓国はですね、日本と全く逆の対ミサイル政策を取っておりまして、日本はまあ今まではミサイル防衛とか国民保護ということで、まあ、防衛一辺倒、まあ、アクティブディフェンスとパッシブディフェンスですね、一辺倒だったんですけど、韓国はですね、攻撃一辺倒というひたすらその、まあ、F4 とか F16 とか攻撃型の F15 ストライクイーグルとかを持って、と同時に玄武ヒョンムっていうのが 1シリーズというのと2シリーズというのがあるんですが、これは弾道ミサイルです。からヒョンムの3シリーズというのがあるんですが、これは巡航ミサイルです。ですから非常に、まあ、北朝鮮がすごい、ミサイル実験とかしてますんで、そっちに目を奪われてますけど、実はかなり韓国も立派な攻撃能力を持っておりまして、攻撃一辺倒で、まあ、最近ようやくミサイル防衛もやらんといかんなといって、考え始めているというのが現状です。ですからまあ私は、日本は日本でちょっと防衛一辺倒すぎるし、韓国は韓国で攻撃一辺倒すぎるんで、まあ、ちょっともうちょっとお互いに調整した方がいいんじゃないかと思っております。そして3番目は、これミサイル防衛の効果を最大化するということで、日本の対ミサイル作戦は当然、ミサイル防衛が中核になるというのは変わりませんが、やはりですね、最近特に北朝鮮が去年の9月、そして今年の9月、去年の9月には3発ミサイルを同時発射し、今年は3月に4発同時発射しておりますが、これは多分ですね、日本のミサイル防衛を飽和させる、飽和攻撃ですね、するための準備をしているわけです。で、これはですね、
今、4発ボーンと撃ってるのを見て、うわ、すごい怖いと思うかもしれませんが、これは平時だからああいうことができるんですね。戦時になると当然攻撃されるリスクがあるわけです。ですからあんな4つ移動式発射台、よしよいこよいしょって出してきてボーンってやってたら、やられたら 4つアウトになったら、50機あって4つアウトになったら、ほぼ 10% が一発でやられちゃうことになります。リスク高いわけです。でそういうことができにくい。でやはり日本が今はボクシングでそのパンチを出さないボクサーみたいな感じでひたすら守るという、でこれだったら打つ方は打ちやすいですよね。でもあんまりパンチを出さないボクサーなんだけど、たまには打ってくると思わせると、相当向こうもこう攻撃をする場合にそう簡単にできなくなるわけです。でよくですね、そのミサイル敵地攻撃を能力を持つことに反対される方の中に、どうせ移動式発射台に乗ったミサイルを破壊するのは難しいから無意味だっておっしゃる方があって、これは事実なんですよ。その破壊するのは難しい、ただ破壊するのが目的でなくてもいいんです。要は相手が攻撃作戦をやるのを難しくすればそれで十分なんです。それで4発とかいっぺんに撃ってこなければ、1発ずつポンポンと来るんであれば、ミサイル防衛がかなり有効ですだと思いますので、そう、要は攻防を適度にミックスして一番いい結果を得るという発想が重要だと思っております。で最後は4つ目の理由は、単に資源の有効利用で、F-35 150億円ぐらいと言われてますけど、これを持っているのに、戦争でこう人が死んでいるときに持っているのに、消火器があって火事があるんだけど私は使いませんっていうのはもったいなさすぎるんではないかという単純な発想ですけれども、そういうことで、なるべくもし戦争を起こらない、ための抑止力を高めるというのも重要な理由として当然あり、それが一義的にあり、ただ万が一起こった時にはなるべく早く犠牲を最小限にとどめて早く紛争を終結させるということをする必要があるのではないかと思っております。以上でございます。道田先生、どうもありがとうございました。北朝鮮の核ミサイル能力のお話から始まって、一番前線にある韓国の置かれている立場、それと米朝の交渉の歴史、さらに日本の防衛能力のことと全体的にお話しいただきました。このシリーズというかですね、始まったのは去年の10月だったんですが、その時に2回やはり同じような視点からお話をいただきましたけど、あれから8ヶ月過ぎてですね、かなりいろいろ具体的に動きが出てきましたので、北のミサイルの問題とか、この半年で随分この、動きもあったし、その分そのお話の内容もかなり具体的になったのかなと思います。で、まず質問ですが、一つだけ私の方からよろしいでしょうか。ちょっと曖昧、ちょっとファジーな質問で恐縮ですけど、米朝間の2回にわたるその交渉の歴史がここに書いてあるわけですけど、94年と2000年代の、で今回はというところがありますね。で、この2回は金正日時代だったわけで、当時はその核実験をやれば外交の形に持ち込むと、当時は核の開発がまだプリミティブであったということもあるでしょうが、今の金正恩さんはですね、もちろん自分に条件が良ければ交渉をしたいと思うでしょうけれども、交渉をやっていけるだけの、その本人の何というでしょうか、能力というか、それから彼がそれだけのスタッフをしっかり使えるのかどうかという、もしその能力がなければですね、結局今のような規制を上げることを延々と続けるということしかならないので、ここは全く証拠がないことですから難しいと思うんですが、どのように見ておられますか。はい、ありがとうございます。それはもう極めて重要な問題で、私もその点が最も今後関心を持って見ていきたいと思っているところです。で、実際金正恩がどういう能力があって、そしてどういう目的を持っているのか、そしてということはまだわからない状態です。
で私は個人的にはですね、今まで、まあ5年ほど彼がリーダーとしてやっているのを見て、なんとなく思っているのは、キム・ジョンイルさんですね、キム・ジョンイル、お父さんよりもキム・ジョンの方が能力は高いんではないかと、リーダーとしての能力が高い可能性はあるなというふうに思っております。でなぜかと申しますと、キム・ジョンイルの時は全くその公の場できちんと演説もできなかったですし、まあなんか立てこもって引きこもりみたいなリーダーだったんですけれども、キム・ジョンウンの場合はまあ出てきてちゃんと演説も、相当長い演説もきちんと、あんまり間違えたところはカットしてるのかもしれませんけど、ちゃんと読めるし、それからこれまでもキム・ジョンイルの場合は70年代に後継者になったわけですけれども、さっき最初の頃本当失敗ばっかりしてたんですね。例えば、まあ、本当最初こう日本人を拉致するというようなことを決めたのも多分彼でしょうし、それから1983年にラングーンで大統領、当時の韓国の大統領前統監チョン・ドゥファンさんを、まあ、爆殺しようとして、まあ、結局失敗したというのも彼の判断ですし、1987年に大韓航空機、これはまあソウルオリンピックを妨害しようとしたわけですが、ちょっと東京オリンピックに向けては心配しているんですけれども、テロというよりもそれを用いて日本にプレッシャーかけてくるんじゃないかと思って心配しておりますが、それでソウルオリンピックを妨害しようとして100名以上の罪のない人々を殺してしまったということで、それでまあ結局テロ支援国家に認定され指定されたのもそれは彼のせいですし、経済政策もあんまり良くなくて経済的にも非常に悪くなったというのも彼の時代ですし、まあリーダーとしては非常にまあよ変うまくない方、国家を破綻させてしまった人だと私は思っております。で、キム・ジョンウンの場合はまだ5年しかやってないのでどうか分かりませんけれども、今のところ、まあ、もちろん核やミサイルを発射するというのは我々の目からすると悪いことですが、北朝鮮からするとまあそのいろんな抑止力とか、その先ほど言った4つの目的を達成するためには合理的な行動ですし、あと一応その、あとまあもちろん、チャン・ソンテクを処刑したり、お兄さんをキム・ジョンナもまあ暗殺したりして、怖い人ですけれども、そういうことをしんすんで、あと側近を粛清したりしても一応安定的に国家運営をしていると。あと軍事中心、キム・ジョンイルの時は先軍政治って言って軍中心の政治だったのが、まあ今のところ結構労働、朝鮮労働党の党中心の統治体制にしていて、まあ、我々はバランスのいい体制に移行させてきているということを見ると、まあ、うまくやれる能力を持っている可能性はなきにしもあらずだと思っておりますので、まあ何らかの、まあ、最初はとりあえず今の局面は当然圧力局面ですから、防衛力を高め、より有効な制裁をかけるというのは当然やるべきで、中国にもそれを強く働きかけてアメリカやってくれているのは非常にいいことだと思いますが、それの次のステップとして、やはり何らかの交渉ごとが必要だと思ってますし、それでその時に合意をするための交渉というより、やはりキム・ジョンウンがどういう意図を持って何を従っているかという能力、意図ですとか、先ほど山本さんのおっしゃった能力ですね、彼の自身の能力もそうですし、北朝鮮の今のこう政策決定者たちのどのぐらいの政策推進能力があるのかと、立案能力と推進能力、実行能力があるのかというのも見極める重要な場として、交渉と考える必要があると思っております。はい、ありがとうございました。それでは会場から質問を受けたいと思いますので、じゃあ杉田さんどうぞ。共同通信の杉田先生、どうもありがとうございます。今、山本さんの質問の続きになるかと思うんですけれども、G20 で米中首脳会談が行われると、でまあ、前回の首脳会談からは、まあ、とりあえず中国が、まあ、圧力をかけるというか、まあ、なんかやるということで、
ただ動きがあまり効果は当然、当然ですけどなくて、でこのあと、次 の, そのこの夏からの動きがこう今の、圧力かけることの、延長というふうになるのか、あるいはもうちょっと別の先ほどの話で出ている、対話の、ステージに少しずつ入っていくのか、その辺をどう見てらっしゃるのか、ジョセフ・ユンという人が、ああいう理由でしたけども、平壌にも入っているので、なんとなくいろんな環境がちょっと整いつつあるのかなという気もしてるんですけども、ただちょっとこれでいきなりすぐに対話というのもやっぱり唐突感があるので、その辺をどう見てらっしゃるかちょっと伺えればと思います、これはちょっと私もそう予測できるに十分な情報は持っておりませんけれども、もうちょっとやっぱり圧力をかける局面というのはあっていいんじゃないかなと思っておりますし、その対話という可能性、それで対話もですね、やっぱりその突然始まるものではやはりないので、圧力をかけながら、それで圧力の効果を見るためにも対話っていうのは実は重要な部分もあって、どのぐらい相手の態度が微妙に変化するのかしないのかっていう見るためにも、対話というほどではないけど接触ですよね。接触をしつつ対話の絵の、一応地ならしもしつつ相手の出方も見つつっていうのを同時並行的にやるというのは非常に合理的だと思っておりますが、まだちょっとこれ今中国がいろいろうにゃうにゃ言ってますけど、やはり二次制裁というのをセカンダリーサンクションというのをちらつかして相当中国にも圧力をかけて、中国ができる限りのことは全てやるという状況にまずはそこを作ってからじゃないとなかなかいい結果は出ないと思っておりますので、そこはギリギリ言ってくれればいいなと思っておりますけれども、アメリカのリーダーもかなり同様アンプリディクタブルですので、今後そこは注目して見ていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。質問他にございますか。どうぞ。読売新聞の福本と申します。今日はありがとうございます。関連するんですけれども、韓国で新しい政権がスタートしてですね、北朝鮮に対しての対話路線、融和路線、というのが出ているようなんですが、でその韓国のそういう対話路線、融和路線が日本 の安全保障環境に与える影響について、先生はどうご覧になりますでしょうか。韓国の対話路線というのが、対話をしようということ自体は別に悪いことではないと思っておりますので、これは韓国だけに限らずアメリカも日本もどこかの時点ではやはり対話というのは重要だと思っておりますので、そういう対話をしたいとするというすべきだという態度はいいんですが、ただそのプロセスが、対話をやりたくて、韓国の場合その大統領の任期が5年しかなくて、再選がありませんので、結構それで最後の1年ぐらいはもうレームダックだと思うと、実質4年ぐらいだと思うと、結構早く走り始めないとこう結果が出ないという、その切迫感というかタイムプレッシャーはかなり感じていると思いますし、で今 の, その韓国政府の中ではかなりやはり対北朝鮮対話シフトになっていると、その人事を見ると、でそういうのをやりたいという人が結構重要なポジションについているので、どうしてもこう 前のめりになってしまうという可能性があると思うんですね。でその場合にそれを北朝鮮はしめしめと思って多分利用すると、で、韓国や日本アメリカを分断して、韓国に対してはお前対話したいと言ってる割には日本やアメリカとべったりで、そんなんだったら対話できないって言って、むしろ軍事危機を引き起こすとかですね、そうするとやはり韓国のリベラル南南葛藤という韓国内での保守系とリベラルの間のその対立というか、保守系は何をやってんだって言って、進歩系はやっぱりあんまりアメリカ日本に引きずられてたら何もできないぞっていうので、こうまた
こう葛藤が起こる。でそういうゲームをされる素地を作って、まあ、素地が多少あるということは事実だと思いますので、これをどのぐらい北朝鮮が使ってくるかというのは今後非常に重要なポイントで、あんまり北朝鮮としてもこう混乱させすぎると、それこそ本当に対話がしたいんだったらですよ、あんまり混乱させると今度は対話とかいう話じゃなくなってしまうので、適度に分断させながら対話に向かおうというゲームにするのか、もうそのむしろ日米韓の関係をガチャガチャにさせてしまって混乱させるというゲームにするのか、これによってかなり北朝鮮の意図というのもまた見えてくると思いますので、そこはそういう視点で分析していこうと思っております。はい、ありがとうございました。質問ありませんか。どうぞ。日本経済新聞の高坂です。いつもお世話様です。日本の対応で3点先生が挙げられた点に関してですね、なんですけども、私はカッコ1のですね、ミサイル防衛はもう今ぐらいでもう投資はいいんじゃないかと、これ以上の投資、先生もその最後プラスマイナス、あるので将来展望を考えて判断すべきだとおっしゃってましたけども、私も全く同意してます。でむしろカッコ2のですね、国民保護を充実させるべきだと考えています、うん、あと、まあ、敵基地攻撃論も私も同意しますが、ミサイル防衛5月の14日の火星12号、KN17 は高度2000キロまで上昇して、マッハ15以上で再突入したと、私の知る限り SM3 ブロック 2A を持ってもですね、1000キロぐらいまでしか届かないと聞いてます。でマッハ15だとパック3だともう無理だと、でなんで北朝鮮ここまで技術を得たかというと、おそらくバックにロシアがいて、ロシアは北朝鮮に技術をやることによって、アメリカのミサイルディフェンスを破れるんだぞ俺たちはと、アメリカに対してシグナルを送っていると。で、そうなるともう日本もうこれ以上 そのミサイルディフェンスの金食うばっかりで、うん、あまり益がないと。もう自衛隊の広報なんかも相当細っちゃってですね、もうあんま良くないことが起きている。なのにそのあとその国民保護に関してもですね、その、今世界に冠たる的なご指摘あって、まあ、そういう面もあるんですけど、一方でもっとお金使えばですね、もっといろんな多層的に住民に避難警報を発することはできるんですね。今は自治体お金かけられてますから、サイレンでやるか、ケーブルテレビとか自動的にオンにするとかですね、携帯スマホで流すとなんかこう選ばなきゃいけない。全部やるにはもっとお金かければできるんですけど、でこの例えばサードのこの 1.4 兆円、これぐらいのお金があれば相当に国民保護を充実させることができるんですよ。我々もっとこう優先順位を今考えなきゃいけない時なのに、そのなんでこう新聞資料だとその MD ってなんかってですね、一種これ惰性なんですね。で日本の防衛記者って往々にして防衛省担当記者でしかなくて、国民保護をやってるその総務省消防庁とか、その内閣官房を担当してないんですよ。ですから非常にもう自衛隊防衛省が MD っていうとこうすぐそっちばっかり報道する。パック3の機動展開訓練とかやるとすぐそれを報道して流してしまうと。これって要するに概算要求、一悪く言うと概算要求狙いの防衛省自衛隊のこう何ですかパフォーマンスみたいなところがあるんですよ。もっとそれより国民保護を やらなきゃいけないし、敵基地攻撃能力のよっぽどこう現実可能性はあると思うんですけども、いかがでしょうか。そうですね、まあ、これはまあどういうミックスをするのが最も合理的なのか、その軍事的な面から合理的なのかというのは本当にもうそれこそシステムズアナリスとかオペレーションズリサーチみたいな話になるので、ちょっとこれはまあ専門的にスパコンとか使ってやらないとわからないと思うんで、手に余りますが、まあ、確かに印象論としてはそのマージナルレベニューといいますか、その限界効用が下がっていくというのはおっしゃる通りだと思っております。ですからそういう意味で私は敵基地攻撃というのは全く攻撃能力というのはゼロですから、これを多少なりでも上げれば相当その限界効用は高いと思うんですね。
なので、それが、まあ、国民保護はまあ幸い それなりにできてきているので、まあ、コストをかけるとしては攻撃能力をまず優先するというのがこの3つの柱では重要だと思いますが、確かに1と2の間のバランスというのも考える必要があるかもしれません。で、実際その国民保護は多分そんなにお金がかからないと思うんですよね。その何兆とかいう話ではなくて、かなり安いお金で、むしろその訓練をちゃんとするとか、でただ、まあ、その大都市で訓練をするというのが、まあ、一つの重要な課題になるかもしれません。これはなかなかですね、大都市で訓練するとやっぱりこう誤解をして実際のパニックになっちゃったりして、それで人がなんか亡くなったり事故が起こったりということもあると思うんで、まあ、これは慎重にやる必要あると思うんですけれども、おっしゃる通りに2番目の国民保護という柱と3番目の攻撃能力という柱により充実した、まあ、市の資源の配分をするというのは私も原則としては大賛成です。であと国民保護、今までその訓練何回かやって、大体ですね、一番問題というか住民側の訓練参加した方々の、不満はサイレンが鳴った後にボイスメッセージが流れるんですけど、これが何を言っているのかわけわからないというのが大体そのよくあるコメントなので、まあ、例えばそこをもうちょっと充実させるとか、それからあとはもう一つ重要なのは、その J アラートは英語のメッセージがないんですね。その緊急エリア速報メールで来るときに英語のメッセージがないし、ボイスのサイレン、スピーカーから出る、街にあるスピーカーから出るのも英語のメッセージがないというのは、これはこう観光客が相当、外国人2000万人年間の外国人旅行者が突破している状況において非常にこれは不備であるし、2020年のオリンピックに備えてやはりその外国人も含む国民保護、まあ、これはミサイルだけではなくて当然、地震、それから等の自然災害にも含めた国民保護の充実というのはぜひ進めていけるいくべきだと思っております。はい、どうぞ。個人会員の田村と申します。斬首作戦なんて言いますけど、オサマ・ビンラディンを首取った時とか、それからフセインやった時、あの辺に米兵がいたから、まあ、ああいうことできたと思うけれど、北朝鮮に今米兵いないからどうやってやるのか、それから作戦計画5027とか5015とか5030とかいろいろ言いますけど、どう違うのか、どうやってどんなことをやるのか。まず斬首作戦というのは、その相手のリーダーシップですね、指導部を攻撃するという作戦を斬首作戦で、これ、まあ、軍事作戦ターゲティングの問題なんですけど、3つ大きく言われている。1つはカウンターフォースというその敵の兵力をやっつける。もう2つ目はカウンターバリューという敵の人口を攻撃する。で3つ目が今おっしゃった、まあ、カウンターリーダーシップとでもいうその斬首作戦と、まあ、ストラテジーオブディキャピテーションという弾頭戦略と、まあ、よく普通は言うんですが、それです。でこれはですね、この作戦のメリットは非常に人道的なものであると、まあ、言葉は斬首っていうんでなんか残酷に聞こえるんですが、非常に人道的な作戦です。なぜかというと、その悪いことをやってるリーダーだけを攻撃するということで、一般国民、そして対兵力攻撃をやりますと一般国民への、まあ、被害が少ないといっても、北朝鮮の場合も海兵、国民海兵の国ですから、で朝鮮人民軍の兵士って本当に北朝鮮という国家の最もこう大切、まあ、誰何が大切かという言い方は良くないかもしれませんけども、最も若くて元気のある人々の集まりなわけですね。ですから国の宝なわけですよ。そこをこう破壊するというのはやっぱりもうこう是非とも避けるべきであると考えると、
斬首作戦は非常にいい作戦なんですが、ただ残念ながら斬首作戦がまともに成功した例はほぼありません。で、例えばこれ、冷戦後フセインに対してもそういうことをアメリカやろうとして、まあ、最後には捕らまえましたけど、結局は戦争がをやって、終わってからですし、それからあのそうですね、カダフィもそう、まあ、戦争になって相当進んでからですし、それからオサマ・ビンラディも同じですし、からミロシェビッチも同じでした。ですから、まあ、ミロシェビッチは、まあ、結局裁判でしたけれども、ということで、なかなかその作戦として言うは易しでできないというのが現実ですの で、 でさらにです、ね、怖いのはもし斬首作戦をやって失敗したら、まあ、これは相当の怖い修報復が待っていることは間違いなく、そのリスクは高いということで、なかなか実行は難しいと思っております。ですから、まあ、斬首作戦をやる場合は当然あれ実はですね、湾岸戦争の時も最近のアメリカの作戦は最初の初戦の時にとにかく L ターゲットというリーダーシップターゲットをやっつけるというのはやってるんです、すでに。ですから斬首作戦は常に使ってるんですが、斬首作戦だけはやるという作戦はやったことがないですね。ですからもう本格的な軍事紛作戦をやりつつ斬首をとりあえずやってダメ元でやるというのが現実です。それから、いろいろな作戦計画ですが、まあ、斬首作戦のような作戦計画の番号は私は聞いたことありませんけれども、まあ、主な作戦計画は5026というのが昔その核施設を破壊しようとした時に作ったもの、5027が本格的な紛争に備えたもの、それから5029というのが、北朝鮮が崩壊した時の対応作戦計画、それから5030というのは北朝鮮をこう陽動作戦をやって不安定化させるための計画、最近出てきた50何でしたっけ181何とかっていうのがあって、それは核ミサイルをで武装した北朝鮮に対して、まあ、かなりその核ミサイル能力を早期に破壊してしまうための、まあ、先制攻撃に近いようなかなり激しい攻撃作戦のがその新しいものです。それからちなみに日本が持っている日米で持っている朝鮮半島の有事の時に使われるものは5055というふうに、まあ、これすべて報道ベースですけれどもそういうものがあるというふうに言われております。はい、どうもありがとうございました。ほぼまあ時間が参りましたんですが、あ、どうぞ。はい、個人会員の川北です。最後の方に言われた敵基地攻撃能力ですね、これと憲法との関係はどうなるんでしょうか。ずっと昔にね、鳩山一郎首相が、はい、こういった能力を保有することは憲法とは矛盾しないという発言をしたということなんですが、はい、その際に法制局、内閣法制局などはどういう見解を示していたんでしょうか。あるいは現在の法制局の見解は。はい、これは非常に重要なポイントでございまして、56年の鳩山さんが、まあ、これ代読だったわけですけれども、のによる統一見解の内容は、誘導弾によって攻撃をした場合に他にこれを防衛する手段がない場合は、まあ、ないので、当時はなかったの、ない場合にはあるいはない場合に限って、敵基地を攻撃することは憲法の範囲内でできるという判断でございました。ということはこれをその厳格に解釈すると、多分今ミサイル防衛を持ってますので、他に手段があるんですね。ですから厳格に適用すると実は今は攻撃することはできないというのが多分解釈になると思います。ただ実際はですね、ここはかなりその、3つぐらい異なる解釈がまだまとまらずにこう存在しておりまして、これ整理をどっかの時点にする必要があるんですけど、一つは最も厳格なのが今申し上げたできないと、こう敵基地攻撃できないという解釈でありまして、二つ目は
確かにミサイル防衛を持ったのは確かそうだが、これがそのどのぐらいの効果があるか非常にわからないから、これだけで十分な防衛というのは言えないから、敵基地の攻撃もやることは可能であるという解釈が2つで、これが多分今のところ政府はこういう解釈に近いことを言っている、まあこれはっきりは言ってないですけども、そういう解釈を取っているように思います。でもう一つのものは、ちょっと多少解釈を変えているという話で、日本に対して、壊滅的な、日本に壊滅的な被害を与える脅威が存在する場合においては、敵基地攻撃をすることが可能であるという、まあ、これはですから、多少ちょっと新しい解釈というふうになるかもしれませんけれども、そういうふうな微妙な、ちょっとか事実上の解釈変更みたいな議論というのも伺ったことはありますので、多分そこ、今、その3つの解釈が同時に混在していて、十分に整理がされてなく、まあ、これももう正解はない世界ですから、むしろ私はまあそういう法的整理は重要ですけれども、それよりもまずはそのどういう安全保障政策が最も日本の安全に寄与し、あるいは朝鮮半島で紛争争が発生するのを抑止するのに適切であるかというのをまず考えて、それから逆算してその法的整理もすべきだと思いますし、まあ、その時にどうしても憲法を変える必要があるというんだったら憲法解釈も考えるべき、それも踏まえて議論を進めるべきであると考えております。はい、どうもありがとうございました。ちょっと民間防衛の話、あの訓練ですね、これソウルのことを思い出したんですけど、道忠もソウルにいらっしゃって経験があると思うんですが、民間防衛というのは月に1回ですか、地域的にぐるっと回ったりしてますから、まあ、年に4回ぐらいのところになるもありますが、30年ぐらい前は相当やっぱり怖い感じの ね、もう行った瞬間に本当に戦争が始まるかしらんという感じだったんですけど、どん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 ダメになってですね、私が最後に経験したもう 7、8 年前は15分間こうサイレンが鳴ってやるんですけど、一応車はですねストップするんですね。それで歩いている人は建物に入るか地下道に入るんですけど、もうその頃はですね、止まっている車の間は宅配のオートバイがこうずっと走ってですねあとはその全然もう地下道に入らないし、こう一本路地に入るとみんなそこでコーヒー飲んだりしてるんですね。で最近も軍の人に聞いたら、前線に近い離島とかですね、そういうところはちゃんとバンカーがあって、うんうん、もう粛々とこう訓練をするけど、まあ、ソウルは全然ダメだとでもうこれはどうしようもないと言ってましたんで、やっぱり大都市はなかなか訓練ができないというのが本当かもしれませんね。どうですか。まあ、ただですね、その私ダラダラした訓練でもいいと思ってまして、でいうのが要はそのいざという時にパニックにならないというのが、それでいざという時には誰でも真剣になりますから、真剣になった時にその時何ができないかわからないという状態だとフリーズしてしまうんですけど、普段はサボってても実は何をやればいいかは理解してて、あこんなサインがなるんだっていうのが聞いたことがあれば対応できますので、私は結構サボったし、むしろあんまり日本人は真面目すぎてですねガチガチにやろうとしてむしろやらないで、事態が起こっちゃって何にもしてなかったってなりがちなので、しょぼい訓練でいいからやるというのが重要であると考えております。ありがとうございました。記号の紹介ですが、自然体で考えるということなので、すべてのことをここに書くやりたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあクラブの方から記念の贈呈です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。